ジマックミニ。以前ご紹介したスリコの拡大鏡、覚えてらっしゃいます？それと同じようなものがダイソーでも売ってました。お値段税込み220円。スマホ拡大スクリーン 7.7インチ。あ、要はこれを使うことでスマホの画面が大きくなっちゃう。本当かな。はい、以前スリコのやつはちょっと使い勝手が良くなかったんで、今回はちょっと期待しつつどんなものか見ていきたいと思います。パッケージはこんな感じ。ビデオ通話や動画視聴、読書なんかにも使いくださいとのこと。はい、こんな感じ。要はここにスマホを置いて、この拡大鏡でスマホの画面を大きくするっていう商品。はい、裏を見てみるとこんな感じ。各部の説明に使い方が載ってます。はい、それでは開けていきます。箱の中身は本体のみ。はい、いきますよ、せーの。あー、やっぱりこのタイプ。なんかぐるぐると円形にうっすら溝が入ったこういうスクリーンになってます。で、ここがブラブラで、この中のついたてを起こして、はい、こんな感じ、固定してあげます。で、さらに後ろ、このスタンドを起こしてあげて、ここにスマホをセット。はい、やってみますね。はい、こういう感じで、正面から見てみると、はい、どうでしょうか。でっかくなってますよね。ちょっと YouTube 見てみます。はい、これちょっとわかりにくいんですけど、実際このカメラ越しに見るよりはかなり画面が大きく見えてます。いや、でも本当これ映り込みですよね。これが結構なもんなんで、真っ暗な部屋ならいい感じに映るかもしれません。で、例えば、はい、今これ楽天ミニを映してます。いや、確かにこれを見る分にはかなりいい感じと言えそうです。ただ周りの環境、やっぱり薄暗くしてあげないと映り込みは激しいです。はい、これ200円。買うか買わないかはあなた次第。100円ショップダイソーさんで販売されてます。よかったら店頭で探してみてください。で、類似品はこの動画の説明欄にいくつか Amazon リンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。ではまた次回。